ラリーベラの石造りの教会ザグウエアサは、今日のエチオピアにあった、歴史上の王国である。900年頃から1270年、最後の王座イコールイルマクヌーンが、イクノアムラクの軍との戦争で殺されるまで広い、領土を治めた。王朝の名前は、アガウ族が支配階級であったことから、ゲーズ語で、アガウ族の王朝という意味のゼア語から来たと考えられている。 ザグベアサの最も有名な王は、ラリベラに、石造りの教会を作ったことで知られるゲブレマスケル、ラリベラである。デイビッド・バクストンは、ザグウェ王の直接の支配下にあった領域は、おそらく現在のエチオピアの高地とティグレ州全域から、南方は、ワグ、ラスタ、ディマット、西方は、タナコまで広がっていたと述べている。後のエチオピアの支配者の監修と異なり、タディセタ村とは、 ザグーエアサの下での世襲は、アガウ族の相続法に基づき、兄弟を継ぐものであったと主張している。デブレ・マスケル・ラリベラを描いた15世紀のイコン960年頃、女王、クディトは、アクスム王国の遺跡を破壊し、権力の中心をより南に移動した。その後40年間、彼女は王国の残りの部分を支配し、子孫に王位を引き継いだ。 エチオピアの別の伝承によると、彼女の王朝の最後は、1137年に、マラテクレハイマノートによって打倒された。彼は、アクスム王国の最後の王ディルイコールニードの娘と、結婚し、エチオピアの支配を、アガウ族の手に取り戻した。ザグウエアサの時代は、今でも謎に包まれており、歴代の王の数にさえ議論がある。パリクロニクルやブルース 93の文書のようないくつかの文献は、354年間で11人の王の名前を記録しているが、ペドロ・パエスやマヌエル・ド・アルメーダの著書等では、143年間にわずか5人としている。ポール・ビー・ヘンツェは、16人の王の名前を記録する、少なくとも一つの文献があると報告している。カルロ・コンティ・ロシーニによると、 王朝の期間はもっと短かった可能性が高い。彼は1150年の少し前にアレクサンドリア総主教ジョン・五世が無記名のエチオピアの支配者から受け取った主教が高齢なため交代を求める内容の手紙は新しい王朝を承認しない主教の交代を望んでいたマラテクレハイマノートからのものであったと主張する。ザグウエアサの謎はもしかすると 行くのアムラクの下で復活したソロモン朝にとって変わられた頃が最も深かったかもしれない。ザグーエアサの最後の王の名前は失われており、残された年代記や交渉は彼の名を明らかな偽名であるザイコールイルマクヌーンと伝えている。これは彼の治世の直後、ソロモン朝の王によりダムナティオメモリアへが行われたためである。タディセタムラとは、 この最後の王は、実際はやっとバラクであったと考えている。ザグーエアサは、ディルイコールニードの正当な後継者を自称するイクの、アムラクが、ザグーエ朝の最後の王を追放し、ゲイントのストリート、カーコス教会で殺害したことで終わりを告げた。エチオピア帝国皇帝のギオレギス2世は、ザグーエアサの子孫と称す。ありがとうございます。